やばい <music>、okay、こんにちは、アイアナです。アイアナズボイスを見てくれてありがとうございます。 もしよかったらライカのサブスクライブ忘れないでねこんにちはアイアナですアイアナズボイス見てくれてありがとうございますえっとちょっと今回はあオレンジローバーの紹介をし,したいと思ったんですけどなんかちょっとマイクの音が取れてなかったのでまあ、ボイスオーバーで紹介しますでこのブルーゴールドのあの車は あの日本であの5六台五、まあ、台ぐらいしかないからすごい、まあ、リミテッドみたいなもんであの見に行きたい人はあの港未来のショールームにありますでまずあの前,を前から見ると、まあ、さっき言ったようにあのブルーゴールドになってて、まあ、こういうかっこいいデザインになっててよく見たりすると中に黒い跡とかがあってあのすごいかっこいい美しいデザインになってます であの本当よく見たりするといろんなところにゴールがあって、まあ、例えばこことかもうほんとゴールドのラインとかになってて、まあ、横を見てもこの、まあ、サメって呼んでるんですけど、まあそこまあ、サメの,あのエラみたいだからでそこもゴールドになってるしまあタイヤのところもかっこいいことになって、まあ、後ろを見るとまあさっき見せたようにあのランディローバーの,あのサインが、まあ、さっきみたいに中に黒いのが入ってて、まあ、かっこいい。 で,すで今から中を紹介するんですけど、まあ、中はいつもみたいにあのそんな変わんないんですけど、まあ、本当あのやっぱデザインがかっこいいなんかスリムみたいに見えますで中はさっき言ったようにあの変わんなくて、まあ、あのディスプレイがあってその上にヘッドアップディスプレイで、まあ、あのウィンカーとあの あのハンドルがかっこいいしでここのナビが出たりしてあのエアコンの調整とかもあってまあカップホルダーで中に飲み物入れてお父さんの場合はまあお金入れたりしてるけどでそれでこれがオフロードとか変えられるやつでであのこれがまあシフターマース系のやつだねでこの中はまあこの冷凍,冷凍庫なんだけどちょっと入れか 開け方よく分かんなかったから、せって、手こずった。で、まあ、こう開けると、あの、冷蔵庫になってます。で、次に後ろ、を紹介します。まあ、後ろも、そんなに、まあ、いつもと、変わんないんですけど。まあ、念のため、紹介しとく。 で、ここが、えっと、まあ、アームレストになってて、まあ、あの、カップホルダーでもなるし、で、あの、まあ、こういう感じに、あの、なんかボタンみたいなのがあって、で、それを押すと、まあ、開いたりしまったりして、まあ、後ろに、なまあ、チャージとかできる USB の、あの、ステーションになって、まあ、このアームレスト上げると、あの、3人乗れます。ま、あ、勝手に言うと、広くなるね。 で、これで紹介終わるんですけど、もしあのこれ見てあの興味あった人は、み、え、な、っとみらいにあるあのこのお店に行けばあります。でもまあ、これは日本で今あの5台しかないので、まあ、結構貴重ですね。で、あの、もう本当見た目もかっこいいし、まあ、ブランドゴールドってもお父さんがすごい気に入ってるから、まあ本当興味ある人は見に行ってください。で、LIKE& サブスクライブ忘れないでね。バイバーイ